1ゴールラウンドから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。3番 UTT アイアン3番アイアン最初。すごい。最初。最初。軽いドローで。軽いドローで。はい。三番ユーティリティで。ちょっと左からフェード目でいきます。ハードル上げるね。よろしくお願いします。お願いします。おお、ナイスショー。低めの、はい、強い系で。よいしょ。よいしょ。タッチャー、同じタッチャーなんで。はいはい。そうですよね、タツヒコ。そう、高橋タツヒコ、一夜タツヒコ。字は違うんだけど、はい、同じタツヒコだよね。不思議な縁があるっていうかなんかね。はい、そうですね。そう。まあ、本当に、ツアーにね、二、はい、人で出てるときはさ、一緒にさ、はい、毎週一緒に、ホテル本当あの頃ってホテルも一緒で、そうですね、飯食うのも一緒で、あれ年齢は2つ、あいくつ違うんでしょうね、年齢は5つ5つ4つじゃないですか、4つか4つだね、はい、で僕がね優勝した2勝目ツアー選手権、はい、勝った年と達が初優勝した年ね、同じ年でね、はい、そうなんですよ。で賞金ランキングも近くて、日本シリーズってランキング順に回るんですよ、はい、でだから初日ね同じ組でね、あと中島恒之さんと3人でね、3人で回らせてもらいましたね、ね、あのセレモニー3人ね並んでさで3人でさ回ったの初日、はい、覚えてます。よく覚えてるよね。朝雨降ってましたよね。雨降ってさ傘さしてさみんなセレモニーやってんだけどさ、はい、一夜がさしてるさあの傘のさ端からさ雨がずっと落ちてるわけです。それがね、中島さんの足にね、永遠にこうやってポトン、ポトン、ポトンと落ちてるわけ。それをね、一夜気づかずずーっと中島さんでこうやって走ってんだけど、それが俺途中で見た時にもう気になっちゃって、はいっつって、一夜中島さんにかかってるぞって言ったら、もう中島さん知ってて、もういいんだよ。後で着替えるからっつって、ムッとしたのを覚えてるんだよね。覚えてる？覚えてます。中島さんもやっぱりあのセレモニー中だからそういうのまあ言うねってことを我慢してくれたんですね。でもね気づいてたね。気づいてましたよね。本当申し訳ないことしたなと。うん。でもさ中島さんね、はい、一番スコア良くてね。良かったですね。すごかったよね。はい。球もなんか一番飛んでた気がするんですけど。そんなことないでしょ。タッチャーが飛んでないし。いやそんなことない。でも本当にあれはでももう何年前？15年前。15年前ですね。2006年ですもんね。そう、初優勝した時ね。あの覚えてるわ、俺最後。あの達がもうプレーオフに備えて練習グリーンで練習してて、だからね最後ねジープミルカシンがね本当に1メーターないんじゃないかなっていうパーパット外して、はい、そうなんですよね。あ、みんなプレーオフだと思ってたらそれ外したんですよ。うん、でね、まあそう、わー、いけなかったっつってダンロップのね、当時の森本さんという担当とね、おい、いけなかったぞーっつって覚えてんだよね。あの時あの選手に待っててくれたのは高橋辰彦さんだけだったんですよ、うん、で一緒に抱き合って、そう、印象的でしたね。で、あのお父さん 見に来てて、で、あの辰の親父さんにおめでとうって言おうと思って、親父さんがね、いないんですよ。どこ行ってもいないけど、最後に、ね、見つけたらね、木の陰でね、泣いてた。でもやっぱそっとしといたけど。そうそう。あ、親父は、タツの親父一人で泣いてると思って。まあ、あれは本当に忘れらんないな。だって、ね、お父さんぐらいの年だと見られるわけいかないですね、泣いてるのなんかね。そうそうそう、ね。だから隠れてくる。そう、隠れてね、泣いてた。でも見つけちゃったんですか。うん。だから、さすがにね、そこでお父さんと言えなかったけど、はいはい、うん、でもまあ本当 あの優勝はね、なんか、うん、自分のことのように嬉しくて、うん、よく覚えてます。そういうそれだけの付き合いってことねその頃からのまあ兄弟みたいなもんですからね、はい、セカンドショット、セカンドショット、ピンまで102ヤード、ピンまで102、若干上りですよね。そうですね、まあでも3ヤード登ってたか、3ヤード、そうそうそう、
のぐらいですね。でもまあ、あのショートアイアンだからね、これがね5番ヤードとかの2、3ヤードの上りだとちょっと3ヤードの上りだと考えるけど、100ヤード102ヤードだとあんまり上りも球が上から落ちるんであんまり考えなくていいかなと思います、若干フォローかな、はい、左からの右方向からのフォローですかね。まあ52度のアプローチウェッジで、まあ、フルショットではちょっとでかいんでちょっと抑えめで行こうと思ってます、はい、行きます。ナイソンナイソン、ちょっとピンの右から3、4メーターぐらいですかね、うん、93ヤード、上り入れて96ヤード、まあ、ちょうどあれだよね。それだと一応もうサンドウェッジ、そうですね、サンドウェッジのまあ強く打たないフルショットみたいな感じで普通に打てばぴったりかなと思うんですけど、それ58ですか、59です、59か、はい、ちょっとピンの左目からいきます。これもショートアイでもちょっと左目からね、はい、これはいい感じ。あ、ちょっと思った通り打てました、ね、あとまあグリーンの状態でちょっとスピンがどれだけかかってるかなっていう、はい、あ、まあ、フォローだからそんなに戻ってはないと思うけど、そうですね、うん、行ってみましょう、まあ、これだとねアゲンストだとさ、この距離だと今度ねバックスピンのこともすごい考えていかないとね、そうなんですよ、そこが難しいですよ ね、フォローだとそのこれぐらいのフォローが吹いてればね、そのそんなに大きくスピンで戻ってくることはないかなと思うんですけど、はいはい、これがやっぱアゲンストだったらちょっと大きめのクラブ持って軽く打ったりします？しますね、しますよね、しますね、スピンコントロール、まあまあ、あのキャリーでピンまでは行くけど、はい、戻っちゃうよね、スピンもう余計にスピン量が多くなるからアゲンストは、まあ、ちょっとピッチングで、はい、スピンをコントロールしながら打ったりです、ね、特に打ち上げだともより戻りやすいから、うん、そのスピンコントロールが結構難しいですよ ね、面が見えないしね、はい、やっぱりちょっと戻ってた ね、ちょっとやっぱ、ね、そうですね、うん、結構上りの何メーターぐらいですか、6メーター、7メーターぐらいの、うん、6メーター、上りのちょっとスライス、そうですね、左から右に、まあ、結構切れそうな傾斜が強いところにピン切ってあるから2カップ、3カップぐらい切れそうですね、うん、ね、じゃあちょっと行きます。うわぁ、惜しい、またちょっと打ち切れないですね、やっぱりね、上りっていうのはやっぱりプロゴルファーってこれだけ上りがきついと、なんていうの、こう本当にこれぐらいでもさオーバーするとさ、会社のパッドがドキドキするじゃない、はい、そうですね、どうしても届きづらくなるよね、はい、うん、まあ、このぐらいだったら入れたいですもんね、ねえ、まあ、これライン的にはこう結構横なんで、どう、カップ3つぐらい切れる、いや結構切れると思いますよ、こういうのはやっぱ結構あのタッチとさラインがさ合わないと入るじゃないかな、右からの傾斜が結構強い、まあね、入りづらいけど距離的には入れたいよね、はい、行ってみます、はい、結構いったね、やっぱ伸びますね、最後カップ過ぎてから、ね、今のもさ、はい、上に外したよね結局これさ上からこうやって外れると、まあこっちに寄っていくけど、手前から外れちゃうとさ、はい、こうこっちに転がっていくじゃない、この辺まで行っちゃいますよね、はい、うん、だから これも今のもプロゴルフはあるあるかなっていう、はい、ちょっと厚めに読んじゃう厚めに読んじゃいますよね、うん、どうしてもね、傾斜が強いと厚めに読んじゃうよね、次行きます、はい、
まあ、ここからちょっとトラックマン使って、高橋プロの実際のデータをちょっと見ていきたいと思うんで、まあ、ショートホール神崎カントリー11番ホールショートホールなんですけど、はい、ピンまでこれ166ヤード、ね、風はまあ左、まあ、本当まあ左に、うーん、まあ、時計でいうとほぼ9時方向かな。そうですよね、真横の、まあ、ちょっと8時ぐらいだから、まあ、ちょっと左のフォローが入るのかなっていう感じですね、そうですね。自分もともとドローヒッターなんでね、はい、ちょっと風に当たり気味になるから、はい、そんなにフォローを意識しなくていいかなと思って打ちたいと思います。わかりました、まあ、7番アイアンで打つんですけど、はい、まあ、ちょっとどうかな、ギリかなっていう感じがします、はい。まあ、風に当たりながらなんで、まあ、ほぼピンの方からドローで風と喧嘩してまっすぐ行けばいいかなと思います。行きます。お願いします。うわぁ、ピン筋。まあ、あ、でも最後、ちょっと右行ったね、やっぱり。あんだけドローに入れても。ね、最後、落ち際はこうフェードしてたよね。そうですね。ちょっとアゲンストっぽく飛んだというか。はい、風にやっぱり負けてるっていうか、ぶつかってね、はい、距離もちょっと飛ばなかった感じかな。そうですね、うん、158ヤード、うん、だから最後まあ本当に横なんだけど、はい、左側の横風にドローでいってるから、はい、まあ、最後はもうこう落ち際はアゲンスト目に落ちてきてるよね。そうですね、うん、まあ、ぶつかってますよね、うん、まあ、ショット的には良かったけど、はい、ピンまっすぐ行って最後風でちょっと右に行ったって感じですもんね。右手前、はい、スピンはだいたい5700ぐらいですか、うん、どうそれどうこんなもんなのかないや、そのぐらいだと思います。はい、了解です。じゃあちょっと自分行ってみます。はい、まあ、一田君フェードだから、はい、まあ、ちょっと風を使ってそうですね、って感じだよね。だからまあ左エッジ側から、そう、左エッジ向いてフェードにさらに風でって感じですね。そうですね。それでピン方向行ってくれればいいかなっていう感じです。うん、まあ、使用クラブ7番アイアンで。7番アイアンで。行きます。ちょっと捕まったけど、戻ってきて。今のちょっと風の影響を受けなかったというか、うん、そうですね、ちょっと球が強くなっちゃいました ね。どうですか、データ169ヤードキャリーしたよね。飛んじゃってますね。ちょっと飛んじゃってるよね。だいぶ、うん、まあ、自分今169ヤードキャリー出ちゃって、はい、まあ、ちょっと強く当たりすぎてますかね、うんうん、もうちょっと、まあ、ちょっと風の影響を受けなかったよね。だから、まあ、あの狙いどこに球が出ていったけど、はい、ちょっとちょっと泥目に入ってんのかな。少し捕まりましたね、うん、少しで、ちょっとこうフェースが最後ちょっとね、はい、フェードヒッターだから、あの左側の風っていうのはちょっと逆にミスショットすると右に行きやすくなるんで、うん、そうなんですよ、まあ、ちょっと意識的に最後こうフェースをねパッとこう返す動きが入ったのかもしれないよ ね、はい、ちょっと左からの風を気にしすぎました ね。ちょっと球が強くなって、うん、これあれですよね、直接グリーンオン、ね、させた方が計算しやすいですけど、で無理ですよね。え、そんな柔らかく打てるのこのライカー。打てないです。本当はパターで転がしたいところなんですけど。でしょ、ワンチャンパターあるよね、ここね。ありますね。これをさ、グリーンにキャリーさせるんだったら、どんだけ柔らかく打って、そうですね、スピンかけて、そんなに大きく振れる振れないです。でもここに落としたら、ここどのぐらいバウンドするのか計算できないですよね。いやー、でもここでしょう。まあそうですよね。この辺りでしょう。そうですよね。うん。じゃあ行きます。いやー、ああでもうまく打ったけどね。そうですね。強めに入って、はい、行く予定がさ、そうそう、2、3メートルオーバーする予定が、うん、ちょっと逆にうまく入ったっていうか、ボールがさ、ね、ちょっとゆっくり出たよね。そうですね、あんなにゆっくり出る予定じゃなかったです、ね、あそこに落ちるんだったらもうちょっと球が早く出ないとピンまで行かないかなっていう、行った方が良かったですよね、うん、8メーター上りの
若干右から左に切れるのかなこれ。まあでもちょっとね、こういうバーディーパットはね、まあ、入る確率はそんな高くないけど届かせたいよね。と言いつつちょっと届かない。両先です。ね、ちょっとね、この辺まではやっぱり打ちだよね。そうですね。よしじゃあ行きます。下りの2メーター。そうですね。2メーター。2メーターちょっとあるかな。2メーターちょっとのまあ、ボール1個切れるか切れないかぐらいにスライスラインですよね。ね。やっぱこういうパーパット。ちゃんと入れていきたいですよね。いきます。あれ、ちょっと跳ねましたね。ね、ちょっと跳ねたね。逆にちょっと左に行ったぐらいだったから。そうですね。結構思ったとおり打ったんですけど。うん、残念。まあ、なんでやっぱりこういうホールでさ、はい、まあちょっと左奥に外すっていうのはやっぱりこういうボギーになる確率が上がっちゃうよね。ね、だからやっぱりちょっと、まあ、ティーショットのミスがあの難しい、そうですね、ボギーになったって感じですよね。このピンだったらやっぱ左は絶対ダメですもんね、試合でも。そうだね、やっぱりね、ショートサイドにミスするっていうのはやっぱりそれだけの次のね、うん、難しいショットが残るっていうのがやっぱり、うん、ね。だからこのピンの位置やったらミスっていうか、ちょっとああ捕まんなかったって言って右手前がまあセオリーというか。まあそうだよね。だからそこはやっぱまあ試合の展開にもよるけど、うん、まあどうやって攻めていくかだよね。そうですね。うん、まあ最後バーディー取らなきゃいけない。まあ本当にもうバーディーを取らないと優勝できない、予選通らないとかいう状況になってくると、どん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 やっぱりピンの狭い方から狙っていくけど、まあゲームを作っていく序盤とか、はい、最後逃げ切る場面とかだとやっぱりちょっとそのミスしてもパーを取れるところに打っていきたいですよね。そうですね、うん、はい、じゃあ鉱石カントリー12番ホール、525ヤードパー5、はい、風はあれですかね、もうほぼ止んでますけど、まあほぼないよね、本当無風だよね、うん、あるとしたら左からのちょっとフォローになるんですか、ね、でもなんか上の雲を見ると、まあ、左から真横アゲンストっぽくも見えるし、右行くと OB もあるのかな、OB はないんですけどちょっと打ちづらくなってしまうね。そうだね。だからやっぱりまあミスしても左サイドどうかなっていう。そうですね。まあフェアウェイセンターに向かって軽いドローが出ればいいかなと思って打ってみます。はい。はい、ああナイスショット。だんだん増えてきてる。はい。わあナイスボールです。出ます。草原通り真ん中からドローボールです。自分は逆にこのホールはいつも左からフェードを打つんで、まあカート道ぐらいからフェードの感じ。そうですね。いきます。あ、これいい球だね。いい球ですね。あ、これは距離も出て狙い通りです、うん、完璧の球です。ありがとうございます。じゃあバッチリ行きましょう。バッチリ、はい、オーストラリアと行ったよね一瞬ね。あのオーストラリアオープンと、はい、オーストラリア PGA、ね、オープンですか。うん、オーストラリア PGA と。それいくつぐらいの時。それはだから優勝した後だから2007年じゃなかったですか。うん、ぐらいね。にあのオーストラリアで有名なね、あのクレイク・パリーっていう有名な、パリーさん、はい、うん、選手が当時日本ツアーにいて、はい、まあ、彼があの招待してくれてね、その2試合出してくれて、はい、ね、2週間、丸々2週間
市原と。そうですね。だから弟の大と、はい、じゃあ葉月と奥さんと、はい、ね、行ったよね。行きましたね。オフ、あの12月か、あのそれやあの試合で行ったんだけど楽しかったよね。楽しかったですね、まあ、半分日本のツアーがオフでさ、はい、まあの、まあ、遊びじゃないけど、まあ、試合、うんうん、もちろんオーストラリアオープンってすごい歴史のある試合なんで、はい、それやりながら、まあ、オーストラリアのさシドニーにさ、はい、ダーリングハーバーってあそこでさ、はい、あのクレイクパリのさ自分の船持ってきてくれて、はい、それに僕らを日本の選手を乗せて招待してくれましたね。遊覧してさ、あの食事とかね、お酒とかいっぱい用意してくれてパーティーしたんだよね。で、うん、オーストラリアのオーストラリアオープンとかやるコースって名門コース、本当の名門で、うん、日本人とか観光とかではプレーできないようなコースでやるんですよ。だからすごいいいコースだったよね。すごかったですよね、うん、出てるメンバーもだって結構いいメンツ出てましたよね。出てる出てる、アダムスコット出たし、あと結構アメリカからも当時有名選手みんな来てましたよね、うん、そう、アダムスコットといえばね、アダムスコットはね子供の時憧れてたの市原達彦だから。いやこれ本当だから。これは本当に、いやいや、日本ツアーに初めてアダムスコットがビザ太平洋に来た時にロッカールームで市原を見つけて、アダムスコットが、あ、市原君がいるって言ってびっくりしてたのを今でも覚えてます。いやいや、それぐらいジュニアの時は有名。ジュニアの時は、時は、いやいやいや世界ジュニア優勝してんだから。そうですよね。そう、ありがとうございます。でもね、あれ本当あのお世話楽しかったよね。今楽しかったですね。今までの今でもなんかそういうあの時楽しかったねっつって、そうですね、白ワイン毎日白ワイン飲んだねみんなでってさ。いや、なんかオーストラリアって言えばワインがここ有名じゃないですか、うん、ね、飲んじゃいましたよね。あれは楽しかったわ。はい、セカンド、セカンド地点、そうですね、ピンまで250ぐらいなんですけど、まあちょっと上りがあるよね。上り入れて250ですか。いや、上りは入れてない。あ、じゃあもう結構、うん、上り入れたら結構あるかな。もうちょっともうプラス10ぐらいあるかな。はい、まあ3番ウッドでちょっと距離的にはねもう難しいと思うんで、はい、まあいいところに置ければと思います。はい、まあこれもピンに向かいながら、はい、まあちょっとドローしてもいいかなっていう感じで、はいはい、まあしっかりボールを捕まえたいですね。はい、綺麗な真っ直ぐ。全然当たんない。あとあれだよね、だってもう、はい、この時期になるとさ、はい、ボールがさ飛ばなくなるよね。まあなりますね。ね、ボールって20度を切ると、極端にディスタンスが落ちるんだって。ああ、もう立証されてるんですね。そう、距離が飛ばなくなると、はい、まあ、どれぐらいと詳しくわからないけど、はい、なんでやっぱり本当にこの夏と冬ってなるとさ、はい、キャリーでもアイアンでもキャリーでも10ヤードぐらい変わってくるじゃない。違いますね。でやっぱり一番違うのはミスショットした時に距離が落ちちゃうよね、うん、あ、寒い時の方が極端に落ちますよね。ね、うん、だからやっぱボールは飛ばなくなる。あとやはりこう着てるもの、うん、今日だってもう長袖を2枚こう着てやってるんですけど、はい、もうこの分でも体の動きがちょっと半袖でやってる時よりも動きづらくなる。確かに。あと体的にもあったかい時よりも寒いとこうなるじゃないですか、うん、そうなるとやっぱ体の可動域もちょっと浅くなってくるんで。そうですね。やっぱアマチュアの人もこう冬のゴルフっていうのは、うん、もう自分が思っ、あ、7番と思ったところを、まあ、本当に6番5番で打ってもいいんじゃないかっていうぐらい番手を上げて打つと楽に振れるというか、うん、やっぱり短いクラブ持っているとどうしても飛ばさなきゃっていう動きが入るから、やっぱちょっと大きめのクラブでなるべく体を大きく使ってスイングするっていうのは大事だよね。そうですね。大きめのクラブ持つことによって、まあ、力みも減りますよね。
そうだよね、はい、軽くってなれば、うん、はい、ピンまで226ヤード、うーん、左フォロー、まあ、自分の球筋だと、まあ、左エッジからちょっとフェード目で、うん、行きたいんですけどね。まあさっきの話じゃないけどね、うん、昔だと5番円ぐらいで届いたんじゃないですか。いや確かに5番円で届いたかもしれないですね。ね、まあ、でも今はちょっと三遊、はい、まあちょうどじゃないですか。そうですね、ちょっと弱い、まあ捕まってくれて強い球出たらぴったりかなっていう感じですね、はい。これ球が強いね。出すかね。おお、おお、ナイスショー。ありがとうございます。え、これ近いんじゃないの？ちょっと頑張ったっすね。ちょっと頑張ったっす。ね、ちょっと頑張った。ちょっと。ちょっと頑張ったっす。ミサイル系の。ミサイル系の。ロースピンで。あんな強く打つ。なかったんですよ。力みましたね。ピンで結果良かった。いや良かった今の。3打目ピンまで35ヤード。はい。上かな。そうですね。で。3段グリーンの2段目にあって、2段目上がったとこから5ヤードぐらいのとこにピンがありますね。そうですね。だからまあ、30ヤードぐらいキャリーさせてスピンが効いてピンにぴったりいけばいいかなっていう感じのショットを打ちたいと思います。はい、うますぎて止まっちゃいましたね。うん、まあちょっとあのまあ段ギリギリのところに落ちたんで、はい、でまあスピンが入って、そうですね。うん、手前身についたんで、2、3メートルぐらい、いいバーディーチャンスじゃないかと思います。そうですね。これ高橋先輩あれですか？はい。こう手前の段から転がしていくっていうのはあんまりやったりしないですか？これはねやっぱりあの30ヤードあそこまで距離があるんで、ええ、これでエッジまでも距離があるじゃないですか。はい。これ手前から使っていこうとすると、はい、もう打つクラブがちょっと困るよね。どこにあの1段目のどこに落とすかっていうのがすごく落としどころが難しくなるんで、はい、これが逆にあと10歩前、はい、ここだと逆にその手前の段から、はい、ピッチングとか9番でもいいし、そこから転がして上げていくっていうのもやりやすいけど、まあ、これだけ1まで距離があるとちょっとイメージを出しづらいかな。まあ、キャリーでいきたいかなっていう、確かにそうですね、ショットになりますね。はい、うん、ありがとうございます。はい、さあ、以上、やっぱりちょっとでかかったね。そうですね、まあ、これはでも下りで、うん、ね、そうですね、結構大きく切れそうなラインですよね。ね、一応3度も持ってきたんですけど、まあ、でもこれだけ下ってるとね、はい、でまあここのカラーの部分だってそんなにそんな影響ないからね。ね、だこれがここだと3度持ちたくなっちゃうんですけど。そうだね。まあ、これちょっとパターでいきます。うん、いやこれ距離感大事ですよね。やっぱりちょっとその下りでさ、ちょっと加速したよね。そうですね、うん、だいぶ早かったです ね上り 3.5 メーターぐらい。そうですね、ね、ちょっとやっぱり3打目あの傾斜のとこ落ちたがちょっとスピンがかかりすぎて、はい、ちょっと手前ですけど、まあ、ほとんどまっすぐ。そうですね、右も高く見えるけどフックしないのかな。フックしなさそうに見えますよね。まっすぐで行きたいですね。はい、ほとんどまっすぐだね。ほとんどまっすぐでしたね。ね、ちょっとフック目に見えるんだけど、最後ちょっと右に切れて入ったぐらいだったから。小崎マジックなんですよ。ね、意外とさ、こういう平らなとこってさ、はい、どっちに最後切れるかって見えづらいよね。見づらいですね。はっきりこう傾斜にある方がさ、うん、あの見やすいけど、ね、こういうのってね、あの意外と逆に読み間違えたりするよね。はい、いやもう僕は高橋先輩にライン見せてもらったんで、これはもう、まあ、こういうのって試合では大きいよね。そうですね、先に打ってもらう、アドバンテージ、アドバンテージ、同じね、あのラインを見せてもらうっていうのは、はい、じゃあ行き
きます。まあ、なので絶対外れないと思いますけど。そうなんですよ。ね、見たラインは多分入ると思うんで。そうなんですよ。ああ、よかったっす。さすがですね。ありがとうございます。ナイスバディ。ありがとうございます。軽く先輩からのプレッシャーが。プロだから決めて当たり前って。ちゃんとライン見たから入れなきゃっていうプレッシャーもちろんありますよね。いや、でもそれはあるよね。ありますね。あるある、本当に。はい、あとちゃんと自分で打てるか打てないかですもんね。そう、やっぱり見たラインはやっぱりあの最後の切り方とかすごいやっぱ参考になるから。はい。試合だとやっぱすごいこうやって見るもんね。そうですね。うん、いやサンホールですけど、すごいあの楽しかったです。はい、ありがとうございます。はい、今日はあの来ていただいて本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来ていただけますか。はい、また。また。また来ます。はい、よろしくお願いします。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。あの、このチャンネル気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録お願いいたします。ぜひよろしくお願いします。